おごめん、大分の高っち親方です。今回はですね、久々にですね、写真集ですね、アイドルハロープロジェクトの、今回ですね、ビヨンズの高瀬くるみちゃんについてですね、3月16日にくるみ色というファースト写真集が発売されました。今回ですね、その写真集の簡単な、紹介と、そして、高瀬くるみちゃんについて、簡単にご紹介をいたします。どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。まずはですね、プロフィール、そして個人的な親方が思っている、印象について、語ります。まずですね、高瀬くるみちゃんは、くるみんと呼ばれておりますけども、1999年の3月16日生まれということで、現在22歳になられました。おめでとう。そして A 型で栃木県出身ですね。現役のメンバーですと、森と千咲ちゃんがですね、ちーちゃんと同じ栃木県出身でございます。ちーちゃんの写真集も、2つ、動画上げてますので、ぜひご覧ください。で、このハロープロジェクト自体はですね、2017年の、5月にですね、デビューが発表され、そしてメジャーデビューが2019年のですね、8月でしたね。いよいよデビューができました。ビヨンズというのは、大きくですね、中にこう3つのグループがございまして、地下鉄、雨の森、川海、そしてシーズニングスとございますが、そのうち雨の森、川海の、リーダーでございます。雨の森、川海、個人的な印象ですと、結構パンチがあって、個性も強くて、で、結構演劇のですね、演技のうまいメンバーが揃っている印象でございます。そのくるみんでございますけれども、もともとですね、栃木県の、ご当地アイドル、とちおとめ25の、メンバーとして活動されてました。このとちおとめ25というのは、ご当地アイドル界のもうレジェンドとも呼ばれているようでございまして、エース的なメンバーということで、かなりこう人気や知名度あったようでございます。で、合わせまして、地元のですね、宇都宮市のミュージカル団体にも小中高と活動されてまして、後ほど紹介しますけれども、この演技力というのはかなり彼女を冴えています。で、ちょっとですね、追加で言いますと、宇都宮市の観光大使にも選ばれまして、地元栃木でのこの活動についても頑張っていらっしゃる、そんなイメージでございます。で、彼女の一つ、ポイントと言いますか、持ち味はですね、野菜ソムリエの資格を持っているということです。確かお母様も持たれてたんじゃないですかね。で、これを生かしていろんな、お家でビヨンズ学校という、コロナの自粛感の中でですね、ビヨンズのメンバーが自分の持ち味を出して、授業するもので、野菜ソムリエのくるみはですね、各メンバーを野菜に例えるなどですね、本当に野菜の魅力、そしてメンバーの魅力もしっかり伝えてくださったなというイメージでございます。で、そんな中ですね、その野菜ソムリエの資格を生かした楽曲、ビタミンミーというのがですね、私も大好きな曲なんですけれども、それをですね、そこでまた野菜ソムリエの伝道師としてですね、こうやって、楽曲の中でも活かせるというのは本当にすごいことだなと思います。その演技力ともですね、相まって、この他にも、くるみ曰くですね、例えば恋愛奉行やですね、文化祭ので息シャーシャーとね、女装コンテストのですね、司会企画を行うおじいさんなど、多彩な、役というかキャラクターも持っているのがね、持ち味でございます。そんな、彼女について、私自身ですね、正直のところ、まず、可愛らしさと、凛ですね、とが共存してます。この凛と下の凛はですね、川名凛ちゃんの凛とは若干違うので、ご注意ください。可愛さとかっこよさとか、引き締まった感じというのを2つ持ってる、すごい、メンバーだなと私は思ってます。まず何と言っても、ビジュアルですよね。目も大きくて、で、小柄でですね、本当に可愛らしいな、というふうに思ってます。で、声もですね、かなり、アニメ声といいますか、高い声でですね、本当に、チャーミングな感じですね。正直ただですね、私自身、最初の頃は、可愛いなとは、思ってました。
ただ、ちょっと強烈すぎるかなとか、っていう感じで、あまり最初は実は押していませんでした。ただ実はですね、最近結構押す機会が増えまして、それがですね、今回の、3月3日に、新曲発売されまして、それに伴うインターネットサイン会が、ずっと2月から行われていました。その中でこう、クルミンがですね、こう、サイン書いて、こういろいろコメントしたり、こう、MC をしたりっていうのがですね、結構面白くて、あ、これ、強烈だと思ってましたけど、素直に可愛いなと思えるようになりました。で、さらにですね、私がまあリアルタイムでこう、YouTube のチャットでですね、例えば、さすが恋愛奉行とかですね、ビタミンミーのジャケット大好きって書いたら、それクルミンが呼んでくださったのが嬉しくてですね、もう、結構今、推しの順番が上がりました。はい。ですので、まあ今回写真集も本当に楽しみで、いました。まあ余談ですけども、まあビヨンズになって、こう、髪をバッサリ今切られて、まあウルフというかですね、そんな感じのイメージ、ちょっとボイッシュさもあるんですけども、個人的にはですね、私の職場の、イケメンな、上司、まあ結構年下なんですけどもね、私はちょっと加入が遅くなったという、まあハロプロあるみたいな感じでですね、まあどこの組織でもそうなんですけども、まあ年下ながら、ね、上司先輩という方にそっくりで、彼もかなりのイケメンで、こう髪もちょっと明るい感じなんですけども、ね、ちょっと彼に、だからちょっと若干最初のその彼に似ていて、こう、ちょっと男性っぽいなっていう感じがあったっていうのもまあ事実ですけども、ビジュアルは本当に良いですし、さらにですね、このリーダーとして、まあ、ビヨーンズ全体のリーダーはいないんですけども、その、まあ3ユニットのですね、一つの雨の森川海の、まあ、リーダーとして、まあどちらかといえば、まあ、いっちゃん、一岡玲奈ちゃんが、まあ、のほほんとした感じで、まあ、平井美代ちゃんも割と、まあ、最近リーダーだったんですけれども、のほほんとした感じで、まあ、クールな感じ。の中で、くるみんはこう、結構引っ張っていくとか、頑張っていこうよとか、こう、明るい感じのリーダーの役割をこう、担ってますね。まあ、一つ私すごいなと思ったのがですね、以前ですね、ビヨンズが、サンリオピューロランドで、サンリオのキャラクターと一緒にコラボしてする企画が、ステージがございまして、そのまあリハーサルの動画、ビヨンズの多分公式の YouTube にまだ上がっていると思いますけれども、その中でこう、キティちゃんとかですね、ケロッピーとかでこう、キャラクターがこう、リハーサルの中ステージで一緒にですね、こう登場するわけです。で、その中で、こうみんな興奮するんですけども、クルミンは、ね、嬉しいのはわかるけど、まずはしっかりこう、リハーサル頑張ろうみたいなことで一言、こう、グループを引き締めた。これはね、やっぱすごいことだと思いますね。こう、高まる気持ちをね、もう理解しつつも、やっぱやるところはやりましょうと、締めるところ。これがまあ、凛とした感じかなというふうに私は思っております。で、やはりですね、先ほどもご紹介しましたが、まあ演劇ミュージカルもされてまして、で、本人もやっぱりこう、演技が好きで、演技をやりたいと。で、ですね、様々な役をこなしながら、本当彼女がいて、このビヨンズの演劇っていうのもあるなというふうに思ってます。で、ビヨンズはですね、その演劇舞台も行ってますけれども、まあちょっとあいにく私は見たことがないんですけれども、もうクルミンの役はかなりすごいらしいですよ。前回はですね、アラビヨンズナイトの時は、このメノトっていうんですかね、ニューバと読む、書くんですけど、そのお母さん役かなんかでですね、かなりもう、やっぱ似合ってたということで、こう、かなり大好評だったというふうに聞いてますので、まあ、今度ですね、眠れる森のピオという、のが4月から私だったかな、始まります。こう、九州でなかなか縁がないので申し訳ないんですけども、この演劇というのも、こう、まあ一つ、まあビヨンズは特徴ですし、まあ歌、ダンスとともに、その演劇もですね、注目していくのも面白いと思います。で、こう、どことなくそういうふうにリーダーのように、こう、引っ張っていって、まあ、年齢も実際ビヨンズの中ではもう、ね、一番上の市岡玲奈ちゃんと共に、ね、22歳の大人なところですけれども、けどどっかこう、妹のように愛くるしさもあるなというふうに、私は感じています。くるみはどんどんね、結構、インパクトは結構強いです。声もね、特徴的ですけれども、だんだんこう、知れば知るほど面白くて、あ、かっこいいなというところに、出会えるなという不思議なメンバーだと私は
まあ不思議というか魅力的なメンバーだと思っております。さあ続きまして、そんな、くるみんをですね、まあ見たことがあるのは、まあ現状ではですね、まだ1回しか見たことがございません。2020年の夏のハロコンですね、大阪公演、あのバラードの、J-POP のソロの公演でのみ拝見したことがございます。その時ですね、グルビンは、確か西野カナさんの会いたくてだったと思いますね。ほんとあの似合ってる可愛らしいこうね、女の子らしい曲をですね、こうビジュアルも結構西野カナさんと似たような雰囲気で、でやっぱり小柄ですね。というかあのオリックス劇場の3階ほんとメンバー見えませんね。まあそれも延期法もあったんですけども、すんごいやっぱ声は特徴的で、こう本当に当時の感想でもあの動画上げてますので、ご覧ください。こうミュージカルようなちっちゃい体だけども、こう大きな歌声表現というのが魅力ですね。ちなみに今私大きい体ですけど、ちょっと声が漏れないようにボソボソと静かにね喋ってますけどもね、ちょっと申し訳、聞き苦しかったら申し訳ないですけども、まあいわゆるこれギャップというところですかね。あの本当クルミンの可能性が詰まってんだぞいって言った感じなところでですね、あのまだ今度ビヨンズとしてのあのハロ曲とかですね、そういうところではまだパフォーマンス見たことがないのでですね、また春のハロコンちょっといけそうにないんですけれども、楽しみにしております。さあ、いよいよですね、本編写真集の、まあ、感想をご紹介いたします。まあ、あのロケしている10分ほど前に届いてざっと見た感想で失礼いたします。今回、まあ、ファースト写真集は、2021年の3月16日ですね、まさに、くるみんの22歳の誕生日にリリースされました。改めておめでとう。そしてですね、このくるみ色というねタイトル、皆さんお気づきでしょうか。まあ、まずはくるみちゃんの、という名前と、まあ、色、まあ、いろんな色を出しているというところもございますし、くるみの実が3で、いが1で、ろが6ということで 3.16。まあ、まさにですね、誕生日の日のですね、こう、語呂も入っているという、これはまあ、非常に秀逸な、こう、面白いタイトルだなと思っております。でですね、今回、まあ、沖縄県で撮影をされたということでございます。で、やっぱり最初、他のファンの方も、こう、動画のコメントを見る限りですね、やはり、まずは、天気がどうだったか、というところですけれども、まあ、沖縄結構天気が変わりやすいんですが、こう、ざっとこう、今開いても見てますけども、結構プールのシーンなどは、まあ、青空も覗いて、ですね、非常にまあ、割といい天気ではないかなと。まあ、中にこう、どんよりとした雲も見えられますけども、まあ、雨男の親方にからしたら、かなりこれはもう、恵まれてますよ。ね。そしてですね、まあ、いろいろと、水着やですね、今回チャイナドレスなどもあるのも、まあ、特徴なんですけれども、まず注目はですね、二つ。一つが、黄色と緑のですね、こう、シャツを着ているシーンがございます。ね。それと、やはりこう、チャイナドレスが、注目でございます。まあ、あくまでも個人的にですよ。例えば、黄色と緑のですね、服のシーンですけれども、これまず、まあ、沖縄っぽい感じがするなと、こう南国な、こう、葉っぱですかね、植物をイメージした、アロハシャツじゃないですが、肩を出している。この衣装がまず可愛い。そして、さらにこう、ね、黄色と、まあ、緑、ね、メンバーからミントグリーンですけれども、そこにイエローが入って、こう、ビタミン B の感じもあって、あ、まさにこう、クルミンらしい、こうなんか、元気があって、こう、栄養と言ったらあれですけども、ね、メンバーからにもマッチしてますし、こう、ビタミンっていう感じが、ほんとこう、クルミンに似合ってるなという感じがします。まあ、個人的には、先日も、ご紹介いたしましたが、モーニング娘。2-1 の野中美希ちゃん。チェル、もうこの衣装とこの、アメリカタコス、アメリカじゃないです。沖縄の、タコス屋ですね。これ絶対似合うなというふうに思います。これなんかこう、元気をもらえるような、そんな感じがします。で、サングラスもこう、イエローからこう、
レインボーな感じで非常におしゃれな場面もあります。で、もう一つがですね、チャイナドレス。まあ、中にね、いろいろ、他にもチャイナドレス着ていたメンバーいたかなと思うんですけども、まあ、ビヨンズでクルミンが着ると、まあ、どことなくまず、タイムリーな話題で言えば、新曲の激辛ラブのなんか中華料理店で、ニーハオで働いてそうな感じもしますけれども、こういう色っぽさがあるっていうのが、まあね、似合うクルミンだなというふうに感じております。で、さらにですね、まあ、どことなくこう、目が大きいところとか、前髪分けてるところ、髪の色からして、あ、これ、ジュースの稲葉真中ちゃん。真中にも似てますし、で、まあ、これ全体的な話ですけども、髪短くて背もちっちゃくて目が大きいとなると、まあ、ご卒業されましたけどね、船木むすぶちゃん、カントリーガールズとアンジュルムにね、所属しておりましたけども、船木にもちょっと似てるな、というふうな印象をいただきます。本当にですね、だから全体を通して、あと水着のシーンとか、部屋着のシーンもありますけど、まあ、小柄ゆえに、こう、ね、少し、こう、なんていうか、引き締めすぎてもないところもね、非常にこう、魅力的な感じで、まあ、全体を通して、基本的には、こう、大人っぽい感じですね。22歳ということで、まあ、よく私が、もう、ハロプロでは超トークですけども、少女から大人へという、過渡期からもう、大人のこう、段階に落ち着いている、こう、お姉さんのような感じもします。が、どこか、こう、妹っぽい感じもします。そしてやっぱり、イケメン顔だなと、さっき冒頭でもご紹介しましたが、職場の年下のイケメン上司に似ているという感じですけども、これだから本当に顔立ちが整ってて、目がやっぱキリね、大きくてバッチリとしててですね、こう笑顔もこう落ち着いた感じが、これがいいですよね。ですので、まあいろんな、まあ沖縄という場所であって、まあね、いろいろワンピースとか、水着とかね、たくさんございますけども、この愛くるしいというのが本当に似合う。で、落ち着いたというのもまあ似合うんですよね。そのクルミンのですね、写真集、ぜひ、一度ご覧ください。まあ、YouTube でこう、DVD のね、メイキングのダイジェストも見ましたけども、いや、これはもう本当にニコニコうっとりしてしまう感じがします。今ちょうど浴衣のシーンもありますが、やはりこう、緑に近い、ミントグリーンな感じと沖縄のイメージと、ね、やっぱこう似合いますね。ということで、どのページを撮っても、おっと、ね、魅了してしまう、クルミンのね、クルミ色に染まってみては、皆様もいかがでしょうか。ということで、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございます。よろしければ、ね、いいねボタン、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。で、さらに、チャンネル登録も、ぜひよろしくお願いいたします。実は明日もですね、別のまたアイドルグループの写真集が届きますので、そちらもね、もし明日間に合えば明日ですし、まあ、間に合わなくても今週中にはアップはしたいなというふうには思っております。ぜひですね、いろんな話題、ご紹介いたしますので、ぜひ、これからも一緒に、楽しんで参りましょう。ということで、最後までありがとうございました。それではまた、今日も推しのために働く。